体重100キロバツイチ小持ち MC 森屋です。本日は北海道は北広島市にやってきております。寒い寒いよ本当に、こちらですね、来てるのは北広島クラッセホテルというところなんですけども、周りは今現在こんな感じになっております。しんしんと雪が降っております。はい、これねホテルの玄関先なんですけども、雪結構降っております。ただ僕の地元滋賀県彦根市は観測史上最大の積雪ということになっておりまして、僕は果たして今日帰れるのかという状態なんですが、そんな中でこの玄関先、ホテルの玄関先で一体何をするかと言いますと、まあ、これだけ寒いと果たしてタオルは凍るのかというのをねちょっと試してみたいと思います。リスナーさんから寒かったらタオル凍んじゃないのっていうですねメッセージをいただきましたんで、じゃあせっかくだからやってみようかなということで、先ほどタオルを濡らしてまいりました。いやーマイナス 9.4 度だそうでございます。先ほど調べたところ、よいしょ、ちょっとこのどこに置いて撮ろうかしら、9.4 度じゃ凍らない、凍らないんですよ。これ以上はもう悔しい。手はすごいかじかむけど凍りません。凍りません。残念ながら凍りませんでした。ショックだな。ということでマイナス 9.4 度ではタオルは凍らないということでございました。昨日の夜だった、おとついの夜だとマイナス17度だったそうなんで、その時だったら凍ったかもしれませんね。キンキンに冷えたタオルの出来上がりでございます。残念。ということで体重100キロバツイチ小持ち MC 森屋でした。